見える海外カメラマガ。こんにちは。一般世代法人海外 GP の村松大輔です。1月3日にですね、新海誠監督のすずめの戸締まりの映画を見てきました。で、今回の動画はですね、えー、ネタバレにはならないんですが、予告編に出てくる言葉、 文言をお話しさせていただくので、でそこを踏まえて、ですねこの漁師レベルでどんなことが起こっているのかというところが、す、え、ず、ー、の戸締りの中ですごくこう私も衝撃を受けましてで、私自身が見えている世界と、本当にこう新海誠監督が伝えたい内容とすごくこうつながっているなと感じておりますで。そのところの所感をですねお話しさせていただければと思います。映画の予告編すら見たくないという方は、ですね、えー、ネタバレにはならないんですけれども、えー、予告編見たくないという方は、この動画見ないでください。 でえーね、このちょっと触れてですね映画を見たいという方、ぜひご覧いただければと思います。まずこの、こあのアインシュタインのですね高速度不変の原理っていうのがあるんですけども、光の速度、高速度、不変の原理っていうのがあって、そこから見ると時間空間ってずれるんですね。光がもう絶対で、私たちが普通にね高速道路で例えば群馬から。 東京にに行きますと言った時にどんだけの速さで行けば何時間で着きますよっていうのが速さと距離がこう計算できるんですが光くんから見ると車がね光だったとして光くんから見ると距離と時間がどうにでもずれちゃって光の速さは絶対変わらないので車の場合は時速80キロ時速100キロで速さによって 到達時間が変わるんですけども、光国は絶対に速さが変わりず、時速80キロみたいな感じが秒速30万キロっていうのでね、この速さ決まってるので、でその光から見ると時間も空間もずれて、で、過去も未来もずれる、こう近くなったり遠くなったりみたいに、今があって、過去があって、未来があって。 で、こうずれてくるとか、あと場所もですね、こうずれてくるんですね。で、アインシュタインは、XYZ に T をですね、加えて、で、Q、ボールの Q の場合は、この XYZ がこう半径が一緒で、ずっと一定ですよっていうふうになってくるんですけど、そこに時間も加えてですね、あのーまあ、ちょっと難しく、X2 乗、Y2 乗、Z2 乗をひ、V 足す ICT の2乗っていうのなんですけど、が ずっと固定一定ですよっていうのがあるんですね。で、つまりこの時間も空間もこう重なってるような感じで、光くんから見ればもうどこにでもあの全部ここにあるみたいな感じなので、過去も未来も混ぜこぜだっていうことがあるんですね。で、えー、予告編、すずめの戸締まりの予告編の最後の言葉にですね、迷い込んだその先には全部の時間が溶け合ったような空があったと。 うわぁ、深いなあと迷い込んだその先には全部の時間が溶け合ったような空があったと、この、まあ、ある世界があるんですけども、その世界が時間が全部混ぜこぜになってると。で、この光くんから見ると時間がここにある、時間も空間もここにあるっていうのはどういうことかっていうと、私たちの意識ってフォトンなので、光なので、その光から見ると、つまり意識から見ると、時間、空間が全部ここにあるってことなんですね。めちゃめちゃ深いんですよ。で、 あと、見えない側のエネルギーをいかにこう動かすかによって全部が動くっていうところがすごくこう衝撃を受けましてで、開花がやりたいことってまさにそこなんですね。地球平和側もえ見えないエネルギーが動けば平和になってくる。 私たち個人個人の人生の幸せも見えないエネルギー側が動くと全部人生が動くというのが開花のトレーナーさんやね、受講生さんがどん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 エネルギーが動くと現象が動くということが起こってます。それが映画の中でものすごくこう言われてるんですね。もうすごい感動して、最初にうちの私以外のですね、 まあ、息子と次男とか娘とかが長男とかがね、見てきて、妻も見てきて、で、すごく良かったって言って、次男は多分3回も見てるんですね。で、私が昨日1月3日初めて見てきたんですけども、一人で見てきて、で、しばらくこう浸りながらですね、で、隣の座ってた母娘ですね、えー、年配の女性と20代ぐらいの娘さんですかね、が、すごいけた ね、ケラケラケラ,ケラケラ、笑ってくれたら、私も一緒にこう笑いながら、隣でそのお母さんが泣かれるんですね。でその泣くシーンもすごくわかりますし、そしてもズドーンとこう感じ入りました。このすずの戸締まり、すごくこう意味深く。 祈りとかエネルギーがいかに大事かということを強烈に感じ、今年、私2023年もますます村松大輔色をです、ね、発揮しながらやっていきたいと思います。皆さんもね、えー、お心触れましたら、この映画、すずめの戸締まり、ご覧いただければと思います。絵画が伝えたい内容がものすごくご伝わってくるかなと思いますので、えー、そうやってね、素敵な休日を過ごしていっていただければと思います。 関連動画ですね。こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。